「けマンスリートーク」ークセッションええー、皆様、え皆様。 本日はお忙しい中宇都宮健事弁護士と佐久間由美子さんによるオンライントークショー「市民が革命を起こすアメリカのプログレッシブに学ぶ市民運動のこれから」にお越しいただき誠にありがとうございます。私は本日司会を務めさせていただきます清水雄大と申します。まあ、慣れない司会で至らない点がですね多々あるとは存じますがどうぞよろしくお願いいたします。 さて、えー、とトークショーを始める前にです、ね、少しばかり、あの告知の方から、えー、始めさせていただきたいと思います。で今、ですね、えー、画面を映しているんですけれども、まあ、あの宇都宮健治 YouTube チャンネルです、ね、は「うつけマンスリートーク」と題しまして、まあ、ほぼ毎月定期的に、まあ、ゲストをお招きして、えー、と YouTube 上で、まあ、公開トークショーを開催しております。 豪華で多彩なゲスト陣をお招きしてですね、すべて無料で公開しております。現在、調整中ですが、2月ではですね、新型コロナから1年、現在、日本の現在、貧困と格差と、そういったテーマでですね、お話ししていただく予定ですので、ぜひ楽しみにしてください。今後ともですね、このトークイベント、ぜひ定期的にチェックしていただければ幸いです。 でさて次ですね次はですねあの大変あの恐縮なあの話なんですが、まあ寒波のお願いといととうことですで現在行っているですね、まあ、イベントその他の企画、まあ、そして宇都宮の検事、あの広報活動などは、まあ、全てですべ、ね、て無償のボランティアスタッフによって、えー、支えられております。まあ、ですので、あの一連の、まあ、活動の趣旨にご賛同いただける方にはですね、まあ、あのぜひあの、寒波の方をお願いしたいと思っております。 これからご説明しますが、YouTube のスーパーチャット機能、通称投げ銭機能、あるいは講座への振り込みでカンパの方を受け付けておりますので、ほんのお気持ち程度であの結構ですので、カンパの方ですね、えょ、ー、と頂戴できればと思っております。さて、あの先ほどご説明した、まあ、YouTube のスーパーチャットからですね、カンパしていただく方法です。でまあ、あの画面にありますように、まあ、チャット機能の下の方にですね、あのまあ円マークが。 ありますので、まあ、そちらのほうをクリックしていただくという形で、えー、とチャットのほうが、カンパのほうが、えー、とできますで。こちらのスマホの例ですね。スマホの場合は、まあ、あの画面をです、ね、スクロールしていって、まあ、下のほうにです、ね、スーパーチャットの機能がありますので、そちらから、えー、とお願いいたします。であすみません。どちらの場合もですね、あのまあえー、とクリック。 した後にはまあ、こういうですね。クレジットカードの情報を入れる画面が出てきますので、まあ、お支払いにはですね。あのクレジットカードをあのご利用していただくことになります。では次、次えっ、ー、とまあの銀行口座からの振り込みというですね。あの古典的な方法では、まあのこういうですね。あの、ゆうちょ銀行のこちらの口座の方にえっ、ー、と甲板の方をお願いしたいと思います。 でこちらの方はあはチャットの方にも貼らせていただきますので、後ほどそちらを、えー、とご覧になっていただきたいと思います。ゆうちょ銀行以外からの銀行振込は、まあ、このような形になっております。では以上でですね、まあ、あのスタッフからの告知は、えー、と以上とあのさせていただきます。では次にですね、えーと、本日の登壇者のご紹介の方に移りたいと思います。 さてまずはですね本日のゲストの佐久間由美子さんですで佐久間さんはですねえっ、ー、と慶応義塾大学で政治学を専攻されその後イェール大学大学院で修士号をらえておりますで、1998年よりニューヨークに在住されています出版社通信社などの勤務を経て2003年以降は文筆家としてまあ、カルチャーやファッションから政治社会問題まで幅広いジャンルでインタビュー記事やルポ機構文などを執筆されてあります また皆さんご存知のように、まあ、SNS やまあオンラインラジオなどでまだ多彩なメディアを通じて、まあ、常にまあ今の問題を発信され続けていますで多数あるご著書の中で、まあ、佐久間さんの金冠がこちらのスライドに写っている「We、まあの市民革命」という昨年12月に出版された本になっておりますでこの本ではまあ主に2016年以降のまあトランプ政権下で あの活発化したまあプログレッシブと呼ばれるまあ平等を求めるラディカルな市民運動を後押ししたま未礼にある世代やまあ Z 世代といったまあ若者たちの消費者運動がえと詳細にまあレポートされ分析されていますまたこの本の後半ではです、ね、第三章以降では新型コロナの登場によってまあ社会のです、ねえー、と変生じたまあ激動というものがまあ現場からです、ね、国名に描写されて で最終章では、やっぱりまあ新型コロナ、ポストコロナ以降の消費者運動の展望について、まあ、大変あの意義深い政策が行われています。本日は、この WE の市民革命の内容を踏まえながら、まあ、日本の私たちが学ぶべきアメリカの市民運動のスタイルとか、まあ、バイデン就任後のアメリカのプログレッシブ運動の方向性など、さまざ、あ、まな話題についてお話しいただきたいと思っております。では次で、あの宇都宮検事。 弁護士の紹介をします。まあ、宇都宮さんはですね。長年、あのクレジットサラ金問題で苦しむ多重債務者救済のために活動されてきています。えっ、ー、と弁護士業務にとどまらず、2006年にはグレーゾーン金利を撤廃し、不当に高い金利を禁止するまあ、貸金業法の改正にま尽力されました。そして、クレサラ問題からさらに貧困問題。全般に関わるようになりまあ、2007年には反貧困。ネットワーク代表世話人。 リーマンショックのあった2008年度には年越し派遣村で名誉村長を務められましたまた2010年には日本弁護士連合会会長に就任され2011年3月11日の大震災の後には壊れた家の二重労に苦しむ被災者の救済に向けた法改正などに取り組んでこられましたその後は皆さんもご存知のように2012年2014年2020年と東京都知事選に立候補されています まあ、いずれも、えー、と赤敗となりましたが、まあ、その後もですね、えー、選挙活動は運動の一環という信念のもとに、えー、都知事選後の今日でも非常に多くの市民運動や訴訟に関わっておられますで、まあ、佐久間さんはさっきの都知事選でですね宇都宮さんのことをね、真に応援されたと伺っておりますので、まあ、本日はですねまあ、日米のプログレッシブな運動についていろいろと対談していただけるかなと思っております で、最後にですね。本日のタイムスケジュールについてまあ、簡単にお知らせいたします。まず、最初にですね佐久間さんの方から冒頭20分ほど簡単にですね。まあ,あの、ご著書の紹介などをしていただきます。その後、佐久間さんと内海さんの対談を30分程度行いまあ、残りの25分で聴衆の皆様からの質問を募集し質疑応答の時間に移ります。 で質問の方ですが、質問がある方は、ですね適宜チャット欄の方にえっ、ー、にお書きください。でニューヨークと、まあ、日本の時差のために、ですね、まあ、現在、日本は夜遅く、まあ、アメリカは朝早いというスタートになっていますが、まあ、大変熱の入った議論になることを、まあ、司会として大変楽しみにしておりますそれでは宇都宮ささんん佐久間さんどうぞよろししくお願いいたします。 皆さん、こんばんは。佐久間さん、そちらの方はおはようございます。えー、弁護士の鈴木健です。よろしくお願いします。<は>よろしくお願いします。はい。はい、えっと、それではあの、司会者の清水さん、お話の通り、最初にあの佐久間さんの方からですね、あの20分ぐらい、えーまああの、著書のウィーの市民革命、まあ、これは私も送っていただきまして、読ませていただきましたけど、 その中身とかアメリカにおける市民運動それからあの日本で今日二24日ですか4日前ですかねバイデン政権が誕生しましたけど、えー、そういう誕生に至る経緯とかその誕生後の状況と合わせて、えー、話していただければと思いますよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあそれではあの清水さんスライドをお願いできますでしょうか はいえー、ちょっと私あの、この本が出て以来、この、えー、とスライドショーというか、プレゼンテーションをやるのがあの初めてなもので、ちょっと、えー、緊張しており,おりますけれども、あの拙いところもあるかと思いますが、よろしくお願いします。で、私の,あの一番最新の本で、ウィーの市民革命という本が、えー、と12月15日に、えー、発売になりました。であのその本自体は そそもそも、えー、2014、えーえー、年に、えー「ヒップな生活革命」という本を書いたその続編のつもりで書き始めた本ですで、まあ。ヒップな生活革命という本はアメリカであのリーマンショックという未曾有の金融危機が起きた後にそのもこう、えーとまあ、背景主義から離れようというあの消費活動のシフト が起きたたことを取り上げた本ですで、まあ、その続編を書こうということでずっとあのいろいろトライしていたんですけれども、まあ、2017年にトランプ政権が発足して以来こうあの市民活動市民運動があのとにかく活発になったのでその、えー、活発なあの運動について、えーえー、とあのアメリカのし、えー、消費活動の,あのどういう形で現れているかという、えー、と例をと例を あの紹介する本として書きました。で、まああのどこからお話ししようかと思ったときに、まああの一番最近の事例として、まあバイデン政権が発足したということなので、そこからまずちょっとお話ししようと思います。はい、次のページお願いします。はい。でですね、えっ、ー、とまあバイデン政権というのはあの一月二十日に。えー バイデン大統領が就任し、発足しましたけれどもあの、まあ、去年11月に選挙が行われた後に、散々ざすった問題がありまして、えーまあ、とはいえ、えー、とようやくあの就任がし、無事に就任してあの、ちょっと新しい時代が始まったのかなという気がしています。で、まあ、今回の選挙はあの、市民による草の根の運動の結果、民主党が勝った選挙だというふうに考えております。 はい、次のページ、お願いしますで、まあ、アメリカの選挙と,選挙というものは、まあ、そもそも現職の大統領が有利だということがありまして、でまたあ,と,あの、えー、と、選挙人制度という制度上の問題がありましてあの、かなり現職のトランプ大統領が有利だと言われていたはずの選挙だったんですけれども、今回、まあ、鍵になった要因として、3つの事象がありました。 でまあ、一つはコロナウイルスというものが、あのー、発生して、えー、パンデミックが起きたこと、でそれから、えーと今年えー、去年2020年にあのブラック・ライブズ・マターという、えー、運動が再燃したこと、それから3、えー、つ目が4、まあ、年間続いていたアクティビズムだと思っています。はい、次のページお願いしますで えーとアクティビズムと最後の,あの言ったことからまずはじ話を始めたいと思いますけれどもあの今回特に2017年以降活発になったアクティビズムは、えー、と3つのレイヤーあの、まあ、色もっと広がりが実際はあるんですけれども、まあ、大きく分けると3つのレイヤーがあったというふうに考えていますでまあ1つ目は本当にあの古典的なデモ、えー、とストリートに出るというかあの、まあ、政府の えと建物あの、まあ、視聴者だったりとかっていうところにこう人が集まってあのという古典的なデモですけれども、まあ、とにかくデモが日常的に行われるようになったというのが、えー、とトランプ政権の以降の新しい展開としてありました。でそれから2つ目の,あの レイヤーとしては、えー、とバイコットとボイコットというふうに私は呼んでるんですけれども、まあ、バイコットというのは、えー、と購買運動でボイコットというのは不買運動ですねであのアメリカの場合は、えーとまあ、企業献金というものがあのかなり政治に影響を及ぼすという背景がありましてそれであの、まあ、選挙が4年に1回しかないということでその間あのとにかく、えーと 不買運動と購買運動を通じてこう企業とかあの経済界を動かすような運動が展開しましたでまあそれがあの有効性を持った理由というのが「あのハッシュタグキャンペーン」というふうに書きましたけれどもソーシャルメディアが一般化して普及したことによりこう「#」をつけて、えー、とその運動を広めるというあの今最近は日本でもあの特によく目にするようになりましたけれどもそれがまあ2017年以降。 えー、特に盛んになりました。はい、次お願いします。で、まあ具体例としてはですね、えっ、ー、とここに四つ、えー、挙げています。で、まあえっ、ー、とトランプ政権が、えー、発足したのはですね、四年前の一、えー、月二十日だったんですけれども、その翌日にまずえっ、ー、とウィメンズマーチという ごめんなさい、はい、ウィメンズマーチというイベントが起きました。はい、次のページお願いします。はい、えっ、ー、と、まずウィメンマズマーチが起きた。えー、あの背景としては、まあ、あの暴行とかセクハラとか。あの、そういった、えっ、ー、と、二十六人の女性たちによって。あの、こう被害が訴えられていた。あの。 ドナルド・ナルトランプという人物が大統領になったことから、まあ、あのフェミニズムというものの,あの盛り上がりがずいぶん見られましてで、えー、と1月20日にあ1月21日に、えー、ウェメンズマッチというものが行われてこれがあのその時点ではアメリカの、えー、とデモとしては史上最高の動員数を記録しましたはい次のページお願いします であウィメンズマーチはその後も、えー、毎年行われるようになりました。はい、でもう一つは、えーあの、これも割とトランプ政権が発足してからすぐに始まったあの、えー、すぐに起きた事件の一つなんですけれども、まあ、あのトランプ政権が、えー、イスラム教徒、えー、イスラム教国の、えー、からの移民を入国制限するという措置に出ましてで、えー、それによって あのすぐに、えー、JFK など空港であのデモが始まったんですけれどもその時にですねあのイスラム教徒って結構あのタクシー運転手さんたちが多いということであのタクシー業界が、えー、デモを開いたんですけれどもそのタイミングでウーバーという配車アプリの会社があのキャンペーンを打ったんですねでまあそれはあの偶然だったというふうにウーバーは言ってるんですけれどもそれがとにかく、えー、とあっという間に。 デリートウーバーというキャンペーンにつながりましてで、まあ、あの実際どれだけの人が、えー、とウーバーのアプリをその時削除したかっていうのはまだわからんあの結局明らかにならなかったんですけれども、まあ、かなりの影響を及ぼしたと言われていますでまあその時にあの、えー、とリフトという競合の,あの配車アプリが、えー イスラム教徒の,あの,このトランプ政権の措置に対してあの訴える訴訟にを起こした、えー、と団体に寄付をするとかですね、えー、とこうあの逆のこう、えー、プログレッシブな消費者たちを獲得するという方向に走っていったことで、こう企業がその社会運動に参画する時代が来たのかなということで、一つの,あの興味深いエピソードとして記憶に残りました。 はい、次のページお願いします。はい、えっ、ー、と、これは、あの、かなりの、あの、このストリートを埋め尽くす、この人たちは、えっ、ー、と、ほとんどが学生さんたちなんですけれども、フロリダのパークランドというところで、マジョリー・ストーン・ダグラス高校、あの、で、えっ、ー、と、 銃乱射事件が起きまして、でそれによって、えー、銃規制を求めるあの若者たちの運動が始まりました。で、えー、とマーチ・フォー・ア・ライブスっていうとタ,イタイトルがつきましたけれども、まああの、公式発表80万人ぐらいが、これ、あの全米で行われたイベントとしてあの参加したんじゃないかと言われているんですけど、まあ、少なく見積もっても、まあ、20万人ぐらいが、えー、参加したんじゃないかと言われています。はいでえーとまあ、これは、えー、とトランプ政権 トランプ大統領自身も、また共和党あという党もですね、NRA ・全米ライフル協会に近い立場を取っておりまして、その銃規制にはとにかく反対しているということで、ただ、その、えーとまあ、銃の規制がとにかく甘いということが、こういうあの時々起きる銃乱射事件になっているということで、あの学生さんたちが立ち上がったという事件でした。 でまあ、今回このマーチの時にすごく面白かったのは、まあ、あのデジタル運動もこれと一緒に、えー、と同時に起こっていてで、まあ、あの企業への働きかけということがとにかく積極的に行われました。でこれによってあのアメリカの大企業が NRA との関係をやめたりとかあのそういう、えー、と措置に動きまして、まあ、あのデジタル運動との 組み合わせデジタル運動とデモの組み合わせが有効性を発揮する例となりました。でまあ、余談ですけれども最近 NRA は破産を宣誓しまして、えー、とまあ係争中の訴訟を抱えていたりとかあとまた非営利のステータスなのにあのということを利用して、まあ、集めた寄付を会長の贅沢に使っていたりな,など。あの ジョージがえっ、ー、といろんな場所で進行しています。で特にまあニューヨーク州がえっ、ー、と捜査をあの行っていて、でまあ責任逃れのあの要素もあると思うんですけれども、まあ NRA を弱体化させるためにあの学生さんたちの運動がどれだけ、えー、効果を発揮したかというのはあの確かだと思います。はい、次のページお願いします。<laughs> はいえー、とはい、これは、えっと、かあのこの近年どんどん深刻になる、えー、気候変動についての,、えー、あの学生さん、これも学生さんたち、若い人たちが中心になってあの行われたクライメートマーチというものです。でこののもに、もうこれも毎年行われてるんですけれども、えーと クライマジで最近とてもあの興味深いのは企業がえと,とにかくあの多数え参加して市民運動のにえとこうなんて言うんですかねあの伴走するような形であの名前を連ねる企業が増えたのが面白いポイントでしたはい次のページお願いします でまあ、今、えーと、紹介した4つの例というのは、まあ、気候変動だったりとか女性問題だったりとか銃規制などの例を紹介しましたけれども、えー、と問題は、まあ、それ以外にもたくさんあってですねあの、まあ、若者あの所得格差という、えー、と問題がまず一つ大きなものがあったりとかですねであと,、えーとえー、若者学生ローンですね。 学生ローンの払えない若者がどんどん増えているという問題があったりとかですねそれからまた都会の都市部のジェントリフィケーション高級化と呼んでるんですけれどもどん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 生活コストや家賃などが上がっていくというちょっとこう悲観的なこうリッチな層はどん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 リッチになってで一般庶民はなかなか生活が悪 あの暮らし向きが良くならないという、えー、と常にまあア,メアメリカが抱えている問題なんですけれども特にこの近年あの問題が大きくなりましたでそれからまたあと教育と医療コストの上昇ですねあの医療問題はとにかくやっぱり深刻で、えー、あのオバマケアというものをあのオバマ大統領があの、えー、と整備したんですけれども こうそ全員をとにかくあの保険に入らせることで医療コスト全体を下げるという、えー、あの改革がです、ね、途中からちょっとあの、まあ、中間選挙にオバ,マあのオバマ民主党が中間選挙に負けたことなんかでちょっとあのガタガタになってしまったところがあり、まあ、医療コスト自体が下がらなかった状態のまま進行していました。 はい、次のページお願いします、はい、で先ほどあのアクティビズムあの3つのレイヤーで展開しましたということをお話ししたんですけれども、まあ、あの先ほどちらりと言ったようにこうデモとかこうバイコットボイコットハッシュタグキャンペーンというようなものがこうその市民たちの日常生活の一部になったというかもう常に常に何かやっているという感じに。 なりましたでまた、えー、とそれによってあの実際に、えーまあ、大統領選挙によってあの、まあ、共和党が勝った価値 <laughs> あとあの議会でも過半数を持っていたということで2018年の,あの中間選挙では、えー、初めて、えー、政治にあの参加したりとか出馬するような人が随分、えー、増えてですね あ、旋風というものが起きて、あの、皆様ご存知だと思うんですけれども、アレクサンドリアオカシオコルテスさんとか。あの、若い世代を代表する議員。特に女性議員がですね、えー、多数誕生しました。はい、次のページお願いします。で、まあ、はい、二千二十年の新定会としてですね、まあ、あの。プログレッシブ運動はすごい盛り上がっていると、あの。盛り上がっていたとはいえ。 まあ、あの現職が有利ということで、えー、あの実際の大統領選挙はどうなんだろうと思っていたところ、まあ、あの2つ大きな事件が事件というかですねあの社会に変化が起きました、はい、次のページお願いします。はいであの コロナウイルスというものがあの私たちの生きる社会にやってきたときに私はあのすぐにアメリカに戻ってきたんですけれども結構その当時の当時といってもまあ本当にあの1年も経ってないんですけれどもかなりあのコロナウイルスに対応できない社会だったというふうに思うんですねでまあ例えばニューヨークの医療なんかはあのとても高くて あの検査とか、えー、あの保険に入ってない人たちも結構多かったのでこうあのウイルスの蔓延という状態に対してなかなか対応ができないような社会だった。でそれもあの検査とかが有料だったらあの一時の,あの地獄のようなあの感染が止まらないという状況はどうにもならなかったと思うんですけれどもここであのアメリカあのニューヨークの州政府が結構が,がっつりと動きまして、えー、と検査を無料にしたりとか。 あと、えっと、保険に入ってない人たちを保険に入らせるという,あのこう門,、えっと、門戸を広げる感じであの対応しました。でそれからまたあの、えっと、失業保険なんかもですねまあアメリカは失業保険とかのそういう制度が。 しっかりしているとはと,とても言えないんですけれども、まあ、あの州の努力とあと連邦政府の努力によって、失業保険が拡大し、今もまああのつあとほとんどの場所では続いています。で、それからエッセンシャルワーカーの人たちの保護ということも、あのコロナウイルスがあの発生してから強く言われるようになりました。 で、また、あと今、まだまだこれはあの現在進行中の問題ですけれども、やっぱり今回の,あのコロナウイルスによってあの不況というものが起きてるんですけれども、今回の不況は結構こうあのサービス業界、人と人との対面によって成立してきた、やっぱりあのビジネスので起きてるということで、そういったえと業界を支援したりとか、現場に出てる人たちを のあのあの待遇を改善しようとするような運動が起きました。はい、次のページお願いします。で、まあ今言ったことはあの簡単にまとめると、まあ 2, 2つ大きな、えー、変革があったのは、やっぱりえっ、ー、とこれによってあの労働運動が、えー、かつてないほどの勢いを見せるようになりました。 でまあ、の組合化が、えー、といろんなと業界で起きていたりとかですねあとやはり適正な賃金をあの支払うようにという、えー、あの声も強くなってますし世のの中全体もそのようううにに動いていいいててるというふうに感じていますで、まあ、医療保険と検査体制というのも先ほど、えー、お話ししましたけれどもこうあのアメリカのひ悲願というかなかなかあの保険に全員が入れ,入れてないという状態が、まあ、あの医療コスト自体を。 あげていたんですけれども、コロナウイルスによってちょっとあのカバレッジ自体はあの広がったのかなという気がしています。はい、これ結構あのの住んでいる場所とかによって違うと思うので、私の実感はあのちょっとニューヨークということでお聞きいただければと思います。はい、では次のページお願いします。はい、えっ、ー、とこれはブラ皆さんもあのご存知のブラックライブズマターですね。これはあの えと去年の5月の終わりにジョージ・フロイドさんという方が警官に首,あの首に足をかけられて亡くなったビデオが拡散したことであのその他の事件にもう一回、えー、とスポットライトが当たったりとかですね、まあ、あの黒人またはマイノリティに対するあの警察の、えー、抑圧などが改めて注,文注目されるようになりあの これもまた一つの、えー、と市民運動としてあのウィメンズマーチが持ってた、えー、と動員記録を軽々とあの塗り替える展開になりました。でこれはまだ,あのまだ事件があの起きているのでその度にえび、ー、に問題になっているので未開、まだあの現,代現在進行中の問題です。はい、次のページお願いいしますはい でまあ、これによってどういうことが起きているかというと、まあ、やはり、えー、とその企業などで、あの今回、バイデン政権の,あのスタッフの顔ぶれなんかを見ると、まあ、あと,、えー、と就任式の様子を見ると、まあ、かなり多様性ということを意識しているあの,のが分かりますけれども、バイデン政権だけではなくてです、ね、さまざまなあの社会の。 あの場所だったりとか、あと企業の中でより多様なあの人をあのこう人選をしていくというえっ、ー、と雇用政策だったりということが起きています。でそれからまあこれはちょっとえっ、ー、とまあまだまだ足りてないところなんですけれども、警察改革をえっ、ー、とバイデン政権も多分おそらくやっていかないといけないのだというふうに思っています。はい次のページお願いします。 でまあ、あのその他あの他にもいろいろ課題はあってですねあの先ほども言ったように今回の不況のというのはあのサービス業界のあのに特に集中している不況なので、えーとそのまあ、サービス業界のし支援だったりとかあと先ほども言ったあの社会問題になっている学生ローンだったりとかですねあのそういったことあとまた、えー、と今回の,あのコロナウイルスによって であの不況と言われながらも大企業はあのほとんどのところは結構、えー、と儲かっているとでまあ CEO の給料なんかもどん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 上がっているということであの所得格差あの,の問題が、えー、かなりあの急務として あの言われてるんですけれども、まあ、あの州によってはニュ,ニューヨークで今議論しておりますし、あとニュージャージーなんかは採用することを決めたんですけれども、あのスーパーリッチ減増というか富裕富裕あ、スーパーリッチ増税ですね、あの富裕層への、えー、増税があの今、結構強く叫ばれています。でそれからまた、あの気候変動はあのかなり大きな課題ですから。 この中であの企業の社会責任とかをあの追求したりとかあと,、えー、とトランプ政権があの緩和した数々の環境規制をこれから、えー、と再整備していくことになるんだと思,思います。それからまたあのベーシックインカムですね。これはあの、まあ、ベーシックインカムという名前の制度になるか分かりませんけれどもちょっと,、えー、とパンデミックが長引く中で。 えー、政府からの給付金がもう一度行われるんじゃないかと、これ、えー、とバイデン政権があの今、救済案法案を議会と交渉をし始めるところなんですけれども、まあ、あの共和党だの政権だったら絶対、まあ、ありえなかったことなんですけれども、これからまたあの、えー、と民主党せあの、政権の方でもまたあと地方自治の、 の世界でもあの議論されていくことなのかなと思っています。はい、ちょっと駆け足になりまして、あの拙くて申し訳ありません。私からのプレゼンは以上になります。はい、どうもあの佐久間さんあの興味深い話をありがとうございました。緊張してしま。 あの私も先ほどのウイの市民革命、佐久間さんの本を読んだり、ですね先ほどの話を聞いて、あのまあ、日本ではまだそういう状況にないなと思うのは、いろんな運動にあの企業があのこ,うこうしているような状況が生まれている。例えば、先ほどあのイスラム教徒の入国制限。 相当の問題でタクシー会社のデモなんか起こったら、なんかそういう企業が社会運動に参画したとか、それから高校生の銃規制運動に対して、あの全米の,あの大企業が NRA と距離を置くようになったとかですね、それからあと、気候変動問題。まあ、これはあの、 日本もあの菅首相が2050年 CO2 排出ゼロを言ったのでまあそういう企業としてはそういう方向を示すところはあの増えてはきてるんですけどそれにこうする市民運動にですね企業が参画するあるいは伴走するという状態はあのまだあの生まれてないんですね。う まあ、アメリカの社会で、あの特にウィーの,あの市民革命ではあの、パタゴニアとかですね、えー、ナイキとか、ベアンド・ジュリーズですか、こういうところが積極的にそういうアメリカの,あのプログレッシブな市民運動に、えー、を応援したり、参画したり、えー、企業もなんかそういう政策を打ち出すという状況というのは、 まあ、それは、まあ、一方で、市民運動は強力だからそういうふうになっていったのか、またそういうのを目的として、積極的に市民運動も企業に働きかけてるのか、か一方でなぜ日本では、そういう企業のです、ね、そういう市民運動への支援とか、それから、まあ、いろんな寄付、カンパ、さまざまなあのエールっていうのは遮断されてるんですね、その辺についてはどのようにお、はい、考えですかね。はい はいあのアメリカの場合はですねちょっと多分日本と一つ、うん、あの大きく違うのは、うん、消費者像ものが非常にあのそもそも多様なんですね、うん、あの多文化国家ですし、うん、あのこう企業としてこう典型的な消費者というものにこう、うん、アピールしづらいというところがあ,あるので、うんうん、ある程度ちょっとこう 方向性というかどちらの側にアピールしなければいけないするべきかっていうのは、まあ、あの企業も決めないといけないところもあると思うんですね。うんうん、でまあそれに、えー、と加えてですねあの企業献金が政治に対して及ぼす影響がとにかく大きいというところで4年に1回しか選挙がない中あの選挙が終わるとですねあのその後こう運動っていうのはちょっと方向 性が分からなくなくったりすするんですけれどもトランプ氏が大統領になってからはすぐにそちらの,あの企業に働きかける方向に、えー、向いていったんですね。でまあそれっていうのはあのその先ほども言ったようにバイコットとボイコットの組み合わせで自分の思考に合ってる企業に、えー、応援するとか。であとあのじ、まあ 今回取り上げたようなことでいうと,、えー、と、トランプ政権に献金しているような会社にはあの、では買い物しないとか、結構あの、アウトレットというか、ですね市民が表現できる部分がちょっと大きいのかなと思いますバイコットとかボイコットの運動は結構、日常的に行われてるということなんですかね。 そうですねもともと結構、あのまあ、訴状はあったんんだと思うで例えばウォルマートっていうあの会社がありますけれども、まあ、あの本当に大きな小売りのチェーンなんですけれどもそこが、まああのまあ、あの待遇がとにかく悪いということで、うん、長年批判されてきたんですけれども、まあ、ニューヨークなんかではこうウォルマートが進出すると言ったらすぐにあの反対運動が起きたりとか。 もともと活発なところに来て、まあ、あのソーシャルメディアがあったりとかっていうことであのすぐにハッシュタグキャンペーンに結びつくというふうになりましたねただあの、まあ、かあのトランプ政権になってそういう,こう専門のアカウントみたいなものがどん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 生まれてで、まあ、そこで連帯が起きたりとかですねあとそういういののってあのアメリカの やっぱり企業っていうのは割とこう社会の,あの進,進化というか流れ空気感みたいなものにはあの、まあ、敏感というかですね、うんまあ、かつての市民運動例えばフェミニズムとかあのウ,ウーマンリブって呼ばれましたけれどもとかもあの要は例えば、えー、と消費財その女性たちが、えー、と購入を決めるようなものですよね。あの 消費財関係の企業とかがあの女性を支援したりとかっていうのは、まあ、昔からあったのかなっていう気がします。それからあ,あとあの先ほどのアクティビズムの,あのデモバイコットボイコットのほかにハッシュタグキャンペーンというまあこれは SNS を通じたいろんなキャンペーンだと思いますけど、はい、日本のなんか市民運動がそういうことを利用して運動を広げていくとか キャンペーンをやるっていうのは、これまでなんかあまりなかったようで、ただ、昨年、今の菅の政権の、の前の安倍政権がですね、検察庁の、の東京高等検察庁の,あの人事をめぐってね、自分の,あのこう考えてる 人物を、まあ、将来的には検事総長にさせようと思って、まあ、不当なあの定年延長なんかやった時に、えー、そ,れそれに合わせてまあ検察庁法を、えー、改正しようとしたんですけどその検察庁法改正案に抗議しますっていうあのツイートがですね、まあ、1000, ツイ1000万ツイートぐらいになったんですかね、うん、それで、はい、あのそれを撤回したという初めてそういう市民運動 がそ,のそういう SNS を通じた運動が構想した運動なんですけどまだまだその日本ではその市民運動はどちらかといえば先ほどのレイヤーの中ではデモ集会国会前のデモとか集会が中心なんですけどこのアメリカってかなり前からそういうその SNS を通じたキャンペーンとかそういうことが。あの 運動の側でも相当利用されているのか、まあ、そういうところから見て、今、日本の市民運動について、どのように考えているのか、ちょっとお聞かせ願いた、はいと思うんです。けど、ね、はい。あの私もあの黒川検事長の,あの人事の問題のときには、うん、あのハッシュタグキャンペーンが、こうそ、ん、うしたというのを見て、あの初めての。 こう勝利体験というかですね、うん、あの民意が反映されたエピソードかなとその時に思ったんですけれどもアメリカそもそもあのハッシュタグまああのこういう市民運動だけではなくてあのいろんなハッシュタグがねあの日々、えー、トレンドに上がってくるようなあのソーシャルメディアの中でもかなり大きなあのこう世論とか <laughs> 売れてるものとか空気感とかを測るのにはあのかなり効果的 だと思うんですけれどもあの、まあ、日本もこうなかなか火がつかないとはいえ最近、まあ、DHC の不買運動だったりとかですねあのトレンドに上がってくるようなものも増えてきたんですけれどもただそれがまだ多分何、えー、て言うんですかね売り上げとかに反映されてるかどうかっていうのがちょっとわからないというかその まあ政府のことっていうと多分、えっと日本政府がハッシュタグなんかを見始めたっていうのはごくごく最近のことだと思うんですけれども、まあなんかアメリカの政府とか企業とかは、やっぱりあのソーシャルネットワークの、あの、で何が言われてるかっていうことをすごい、あの、敏感に見ているところもありますので、でまああの、企業も、えっと、その、 自分のオーディエンスというか、自分の顧客層が、えー、どういう思考で、どういうソーシャルメディアの使い方をしてるかっていうのも常に、あの、まあ、あの、マーケティングなんかにもよく、えっ、ー、と、利用するポイントなので、そこはなんかこうあの、うん、あの、生活だったりとか、あの、社会に入り込んでるなっていう感じはしています。そこがちょっとまだなんか日本は足りないのかなという気もしますし、あとまあ、企業がその、 今の消費者がそういうことを求めてるっていうことにまだちょっと気づいてないのかなという感じがします。なんかお話聞いてて確かに、まあ、今の日本の例えば消費者運動っていうのは商談連とかいろいろな消費者団体組織があるんですけど運動スタイルは、まあ、せいぜいまあデ,デモンまでやらなくて署名を集めて請願をするっていうことをそ,それこそあのええー 一つ一つの手作業でですね、なんか、止めを集めて、それを国会に提出するようなことなんかが中心なんですけど、もっとその、えー、SNS とかですね、それを利用した、あの一般の市民いや消費者に一般呼びかけるとしたら、非常に有効な手段なので、そういうものを利用した運動スタイルなんかも、もっともっと積極的になっていいのかなと。 えー、思いましたそれからあとバイデン政権のこれからの,あの政策でですねあの、まあ、あのつい先日ですかねあの大統領令に、えー、17件の、ね、大統領令に、えー、署名をしてあのパリ協定の復帰とか WHO の,、はい、あの脱退の 撤回とか、まあ、そういうことされたんですけど、あと、えーまあ、政策の中にはあの、貧困と格差の問題に関して、例えば最低賃金をあの連邦レベルの7.5ドルから15ドルに上げるとか、それからあと、はい、その医療保険制度の拡大とかですね、か富裕層の増税なんかもあの政策として上げられてるんですけど、 あのそれが実現できるかどうかというのを非常にあの危惧しているのは、一方であの、トランプ政権もたくさん企業から献金を受けているわけですよね。から、バイデン政権もなんか非常に選挙式な献金を受けているので、はい、結果としてはその、多分あの献金の額としては、そういう企業からの献金が大きくなる一方で、そういう企業の あの増税とかですね、それから最低賃金の引き上げなんかに、メスを入れることができるのかどうかっていうことが、一つ大きな、まあ、貧困や格差をなくす上でも大きな鍵だと思うんですけど、そもそもまず、バイデン政権に寄付する企業と、トランプのに寄付する企業は真っ二つに分かれちゃってるのか、企業としてはどっちの大統領がなってもいいように、保険のために、 どっちでも寄与するんじゃないかと思うのと、それからそういう企業から献金を受けてるバイデン政権が一歩突っ込んで、あの増税ですね、富裕層に対する増税とか、えー、それから最低賃金の引き上げとかですね、そういうことに踏み切れるかどうかについては、どううでしょうか、はいえーとまあ、まず一つはですね、オバマ政権の時 を思い出すと、えーまあ、議会があの過半数をあの8年間のうちの6年間、えー、共和党が持ってたということがありましてで、まあ、あのいろいろやりたかったことができなかったということがあの一つあると思うんですけれども今回、えー、上院選挙であの民主党が検討しまして今過半数を持っている。 上院も下院も過半数を持っている状態なので、これでちょっと改革はやりやすくなったかなという気はします。で、まあ、企業献金に関してはですね、もちろんあの両方の党とか両方の議員に献金している企業もいっぱいあの確かにあります。であの、どっちかにだけに献金している企業も、まあ、それなりにあります。で、えっ、ー、と、まあ、あの、そうですね、スーパーリッチ 富裕層増税については、えーとまあ、あのコロナウイルスによってやらないともうちょっと破綻するんじゃないかっていうのはあの州レベルなんかではあの言われていてですねニュージ,ジャージーで採用されることになった富裕税もかなり今まであのリッチな人たちからの抵抗があったんですけれどもまあもう,こう今ちょっと背に腹は変えられないということであの今まで されてきた議論がちょっと前に進んだかなっていう感じはします。でそれからもう一つはですねあのえっ、ー、と今回のアクティビズムの中であの一つ大きな柱としてえっ、ー、と従業員アクティビズムっていうものがあるんですね。であの社内の、えー、従業員たちが会社 のあの企業の、えー、と例えば献金だったりとかあとまあ方針ですねあのを、えー、と動かしていると。であの今回も、えー、と議会の侵入事件が起きましてで、まあ、あの侵入事件の、まあ、原因をたどっていくとその今回の選挙の結果に疑問を呈する議員さんたちが出,て出たということで、まあ、そのトランプ派の 議員さんたちですけれども、彼らに対する献金をやめろという運動があの巻き起こりましてですね。で、まあ、あの社員の融資があの、まあ、例えばオラクルなんかはそういうことが起きたらしいんですけれども、あの会社に、えー、と経営陣に、えー、プレッシャーをかけるというようなことが起きました。であ,と,あの、えー、と、トランプ大統領の SNS のアカウントが凍結されたりしたことも、 あのまあえー、とフェイスブックやツイッターで、あで社内アクティビズムが起きた結果ということで,で、まあ、あのそういうこともあってですね、まあ、あの企業も、えー、そのできる人材の人たちの移行に従おうというあの、まあ、これステークホルダーキャピタリズムということで本の中であの説明したんですけれども、まあ、従業員とかベンダーとか、えー、顧客 に対して彼らの意向に耳を澄ませるというあの新しい企業の方向性が見えてきていますのでそういうことがまああの社会を動かしていくんじゃないかなと思っています。先ほどの,あの従業員アクティビズムっていうのは従来のいわゆる労働運動とはちょっと違った運動なんですかね。あの0代の労働運動っていうのは割とあの待遇の改善とか。うん えー、あとは保護とかですよね、あの求めるものというのは。うん、であの、それ自体ももちろん入ってるんですけれども、それとともに、えーその、企業全体の方針にもっとこうあの、例えば社会との関与の仕方ですよね、うん、あのそれを動かすっていうことは、社内からも起きているし、うん、あと、かなり活発になってるんだと思います。 それからニュージャージー州が、あの、スバル一層に対する増税をしたっていうことですけど、アメリカの場合は。まあ、連邦は、連邦レベルの、あの、税金というのはあれですけど、州レベルでも。その、課税をすることは可能な。そういう課税権というのは、州も持ってるってことですか、ね。はい、そうです。そうです。あの、例えば、えっ、ー、と、私だったら、えっ、ー、と。連邦に。払ってる分が一番大きくて、その後、州に。 払ってで、あと一応ニューヨークシティにも払うっていう段階で払ってます、うん、それからあのさっき言ったあの「ステークホルダーキャピタリズムで」で私もその佐久間さんの本を読んでですね、まあ、びっくりしたっていうのかあのこれは2019年の,あの集まりですかね。あの 約200の企業が集まって、えー、ビジネスラウンドテーブルというのをの開いて、2019年の8月にステートメントを出して、今まではあの、えー、株主最優先だったけど、まあ、これからはそうじゃなくて、環境や社会全体の公益の増加とか、それからあの従業員や消費者やサプライヤーとか、ベンダーをー。む。 そ,ういうあのそれからあのコミュニティや国家にまで広げるというそういうステートメントを出したということですけどそれ,それは大きな流れがそうなってきたっていうのはあの非常にあの、まあ、アメリカの経営とか企業のあり方も転換しつつあるなと思ってるんですけど、まあ、日本の企業って相変わらず株主、えー、優先で で株主にどれだけあの配当するのか企,業、まあ、企業っていうのは株主のためにあるっていうようなあの考え方が特にあの新自由主義的な政策の中でね強調されたんで、はい、その辺の転換が全く日本の企業は立ち遅れてるなと思ったんですけど、まあ、こういう動きになったのも先ほどの一方で市民運動消費者運動 なんか企業の社会的責任を求めるような、そういう声の高、ま、反映を、高まりを受けて、そういうあのステートメントが出されてるんですかね。そうですね、まあ、なんかいろんなことが共鳴し合ってということだと思うんですけれども、うん、やっぱり一つあの、大きな問題としては気候変動というものが問題になる中で、政府の規制ももちろんなんですけれども、例えばアマゾンっていうあの大きな会社がありますよね。うん、でいろろんなところでウェア、うん こうやっていて、うん、でまあそういうところがあの気候変動に対するアクションに参加してくれないと、うん、なかなかあの政府だけではちょっと無理があるということがあって、うん、でまああの大口の投資家の中からも近年こうあのプレッシャーがかかるようになってきたわけですよね。うん、あの結構有名な投資家があのラリー・フィンクさんという人がいますけれども、うん、もっとあの社会 責任だとかあの気候問題に対してちゃんとやるようにということを、うん、あのお金を持ってる人たちが企業に言うようになったということもありますしす、ねうん、先ほど言ったあの社内のアクティビズムもあってさらに顧客からもそういうあの、まあ、顧客というか世論ですね世論からのプレッシャーもあってということですねで、まあ、結構その社会問題としては所得格差が、まあ、とにかくアメリカは大きいのでその まあ、株主だったりとか、えっ、ー、と、スーパーリッチが、あの投資家みたいな人たちだけがどんどんリッチになっていって、えっ、ー、と、一般の市民には全く歓迎されないっていう、あの根強い問題がありますから、それに対する、あの、まあカウンターとして起きてきたのかなっていう気がします。ただ、実際、あの、先ほどのラウンドテーブルもですね、コロナになった時に、そのレイオフを優先して、えっ、ー、と、株主に配,配当金を。 あの配ったとか,かっていうこともなくはなかったのでまあ,あの実際どれだけ本気なのかとかあとまあ長年そうやってあの株主最優先主義でやってきた企業も多いのであのなかなかそんなに簡単にメンタリティはスイッチできないかなっていうところもあってですねこれやっぱりあの言ったことをちゃんとや,やりましょうっていうあの世論からのプレッシャーはかなりあると思います。 それからあとあの、まあ、トランプ政権が誕生して、非常に分断と対立を煽って、ですね、まあ、そういうトランプの政策に一定のコアな層が支持が集まったわけですけど、そして極端な場合は、あの1月の6日だったですかね、国会議員堂まで乗り込んで選挙しちゃったという。 そういうういいあの共振的なグループがいるようですけどやっぱり背景がやっぱり貧困格差の拡大とかですねそういうところにあの大変あの矛盾とか問題を抱える層が非常に既存の政治に対するその不信感っていうことが背景にあったんじゃないかと思うんですけど。あの 日本から見てると、ああいう国会議事堂の,の選挙の問題が起こって、やっぱりトランプ政権の危険性とか、そういうことがあらわになったのが、あの,あの事件じゃないかなと思うんですけど、一方でなんかトランプさんは、あの自分の支持者を集めてですね、まだ2024年の大統領選挙に出るんじゃないかと、またそういうところに、あの 結集をしようとしている共和党の議員もいるし、その運動もいるようですけど、その辺のあの一つは貧困や格差をなくすための、そのこれからの取り組みの、まあ、トランプ政権の展望とか、それからあバイデン政権の展望とか、それからトランプ支持派のです、ね、コアな部分っていうのはずっと残っていくのか、あ,のあるいはもうかなり。 まあ日本からすると、もうかなりであのトランプなんかなりでたらめで、選挙自体がもう虚偽だということ自体が、あの全くその、なんていうの、あの潔くないっていうのか、諦めが悪いっていうふうに見れるんですけど、それでもやっぱり選挙は不正だということを唱えてですね、ずっとあの信じている人がかなりの割合をいるっていうのが、 そそうを引きずっていくのかって、その辺のそのアメリカの,その社会の状況については、なんか考えてるんでしょうね。はい、どのように考えたらいいのか、ねはい。はい。えー、とまず、バイデン政権の展望ですよね。まだあの、もちろん選挙とか、あと議会あの選挙事件の、えー、余波が。 まあ続いていて解決したわけではもちろんないんですけれども急務としてあの実際、えー、とコロナウイルスの感染があの、まあ、トランプ政権は積極的にあのコロナウイルスの対策をしようとしてこなかったのでそのまずその方向性を変えないといけないとか先ほど言ったとサービス業界の不況がですねこう長引く長引くというか、まあ、あの通常営業ができない あのビジネスが結構多い中でそれを支援していくとかあとまあ先ほど言った学生ローンの問題ですよねあのそういうことを、えー、あの今すぐやらないといけないことが結構ある中で、まあ、議会が過半数を持っているのでそこはあの多分バイデン政権は着々とこう粛々とやっていくんじゃないかなと思っています。であの分断の問題なんですけれどもも、まあ、そもそそも まあ私はあの20年以上アメリカに住んでてその右派と左派の分断っていうものがこれほど大きくなったことは確かにないっていう本当にあのちょっともうそ,そのことを考えると胸が痛くなるぐらいの分断だというふうにも思いますけれども一方であの有権者の関心っていうのはあの実は右左っていうことよりもえあのもっとこう生活の に根差したことにシフトしているっていうことを示す事例も結構あってですね。あの国政においては、結構あの、やはり割とどちら側も感情的になったりとか、あの分断があのさらけ出されたりするんですけれども、実際に、例えば、えっ、ー、と、フロリダ州なんかは、あのトランプ大統領が勝ちましたけれども。 その州えー、とアメリカの選挙って大統領選挙だけじゃなくてこうあの住民投票なんかも入ってくるんですけれどもフロリダ州は、えー、最低賃金のあのを15度に上げるっていうのをあのその票にかけたんですけれどもトランプが、えー、勝ったフロリダでもあの最低賃金の上昇は可決されたんですね。なのであの これからは、えー、とどちらかというとあの地方自治の方がちょっと希望があるなと思っておりましてあの例えばプログレッシブでないエリアでもそういう労働者の権利とかを求めていこうっていう声は強まっているしあのまあ州レベルの改革でそういうことも起きているのであの社会全体としてはそちらの方に向かっていくんじゃないかなというふうに淡い希望、うんうん なるほどあのえっとあの佐久間さんの本の最後の方にもですねあの2020年の秋はもうあの大統領選と同じくらいの熱量が同時に行われる地方自治体での住民投票や地方議員選挙に誘われていたということが書かれたんですけどまあそれはあの日本でももっともっとですね国,国政と同時に 地方自治体の選挙に皆さんみんなが関心を持つべきだと思ってるんですけど、この辺の具体的にはどういうような、まあ、一つはあのフロリダの最低賃金の引き上げ、えー、があの可決されたという、それは住民投票で可決されたということですかね。それ以外、自治体の選挙も同時に行われていったわけですか、大統領選挙とともに。はい はい、アメリカの,あの選挙っていうのは4年に一度選挙の日というものがありましてその時にあの議員選挙とか、えーとまあ、衆,衆議会の議員選挙なんかも同時に行われるということもありましてその時にあの住民投票にあのも、えー、と例えばです、ね、あのそういう最低賃金の上昇だったりとか、えー、あの今まで、えー、とマリファナあのカンナビス 私たちは言ってますけれども、の合法化の,あの、うん、っていうのも、今、国の半分ぐらい進んだところですけれども、うん、そういうこともあの住民投票にかかったりするっていう、うん、はい、ことです。うん、住民その地方自治体の選挙なんかではその、例えば共和党とか民主党という色分けをされてるんですかそこで どういう勢力があの進出したかどうかというのは、日本ではもう大統領選一色で、はい、あと上,院と上院議員の選挙ぐらいですけど、はい、中自治体の選挙の結果なんかど,どうだったんですかね、はいあの。これも結構場所によるんですけれども、今回面白いなと思ったのはその、必ずしも自治体の選挙の結果が大統領選挙と同じでなかった場所が結構あるんですね。 うん、あの例えば、えー、とトランプさんが勝ってるけれどもあのこう衆議会の議員,で、えー、と議員選挙では、えー、民主党系の候補が勝ったりとかですね地方自治体の選挙も大体民主党共和党から候補が出てあとは、まあ、インディペンデントの人が出たりとかするっていうこともあるんですけれどもこれがあの、えー、2018年の中間選挙の時に結構あの、まあ、大統領 は4年間変わらないといととうことで次にできることっていうのは、まあ、議会に自分たちの代表を送り込んであのその人たちにこう私あのそれぞれの声を伝えてもらうっていう方向にやっぱりなっていきますからただあの2018年の,あの選挙まではそこまでそのな,んかあのなんて言うんでしょうかね、まあ、とにかく2018年の選挙の時にこうあの素人っていうか。 あの今まで政治の経験のない人たちがもう多数出馬するという現象が起きましてですねでまあなんかそれによってそのいわゆるあのその道のプロみたいな古参の議員たちがか、まあ、民主党サイドもそうですね結構準備戦の段階であの新しい世代に取,取って代わられるということもあの多数起きたので。 はい、それも結構あの2018年から続く傾向の一つですなんかニューヨークの、ね、なんかアレクサンドリア・オカシオ・コルテスさんいのは下院、はい、議員選挙で当選したんだけどバーテンダーをやってたということ、ね、それで影響を立てながら、はい、あのそういう立候補したっていう、まあ、そういう人がどんどん出てくると本当に社会が変わっていくなっていう感じがしますね。はい、はい、じゃあ,あの大変あの 面白くて興味深い話をどうもありがとうございました。はい、あのあだいたいこれからあの十時過ぎました、ね、多分あの皆さん大変質問したいことがたくさんあのいらっしゃるんじゃないかと思いますのであの質疑あの応答の時間に入りたいと思います。これで司会は清水さんですか。バトンタッチしたらいいですか。はいそうです。私ははいじゃ清水さんにバトンタッチします。はい。はい どううもありがとうございましたもうすでにあの結構楽しい話を聞けて <laughs> 満足しているんですが、まあ、質問をです、ね、あのたくさんあのいただいておりますので、まあ、このあたり、ねえー、ご紹介しながら、主にあの佐久間さんにお答えいただきたいなと思います。でまず1つ目は、アメリカの場合はまあ消費者が多様という話がありましたけれども、まあ、どちらにアピールするのか決めなきゃいけないとなるほどで。日本だと消費はするけど、政治に関心がない層というのが。 まあ多いかからでしょうか日本の企業も姿勢を出すようにしたら、まあ、どうすればいいのでしょうかというような質問をいただきました。まあ、確かにあのナイキとかがですねあの日本で構図マーケティングをですねあのチマチョゴリを着た在日コリアンの,の学生でやったらもうなんか一気に炎上するとかっていう事件もあってですねやっぱり日本人は全くこういう日本企業はですねあの日本の消費者も慣れてないってところがあると思うんですけれどもどういうふうにしていったらこういうですねあのマーケティングにまあて もう少しあの慣れていくことはできるのはもと、ね、やっぱりそういうことに慣れてないっていうのは確かにそうの通りだなと思いますしナイキの事件があった時にはこれはやっぱりどうして日本企業がこういうことをできないんだろうって思った時にやっぱりあの日本の企業っていうのはどちらかというとあのできるだけ広い層にリーチするっていうことを 多分最優先に CM とかを作ってるんじゃないかなと思うんですけれどもまあ実際にそこあの日本の消費者があのそこまで単一的かというと私はそうでないと思っていてあのこれからそういう何て言うんですかねあの自分たちがアピールしたい層のためにもうちょっと具体的な球を打っていくような企業が増えていくんじゃないかなと期待しているんですけれどもまあそれがどうやって起きるかというとやっぱりあの まあ、一番多分考えられるのはあの企業内アクティビズムというかその企業の中から、えー、うちもこういうことをしましょうとかこういう消費者がいますよとかっていう,うにあになっていかないといけないんじゃないかなと思うんですね。でそれに対して消費者が何をできるかというとやっぱりそのまあ今までと最近 DHC の,の不買運動がありましたけど。 えと不買運動はできるけれどもじゃあどこの会社だったら例えば、えー、とそういうことに取り組んだりあの多様性を,、えー、多様性をあの取り込もうとしているかとかですねそのバイコットする方の企業が結構多分見えてない、うん、あの不買をすることはできるけれども応援できるような企業があのじゃあその反対側にあるかっていうとなかなかそれが見えづらいということがあるので。 その私たちもえっ、ー、とこう進歩的なことをやっている企業をあの知ったりとかですね応援したりということを積極的にやっていかないといけないんじゃないかなというふうに思っています。うんはいありがとうございます。じゃあも次の質問にですねどんどん行きたいと思うんですけれども。はい まあ、SNS のです、ねまあ、キャンペーンが広がってきたという話がありましたけれども、やはり、ね、SNS の中にはこうフィルターバブルとかソーシャルジレンマみたいなまあ分断が起きやすかったり、さらにはですね陰謀論がすごいあの増えたりと、まあ、深刻な問題も、ね、SNS ではまあ抱えていたと思います。で、このあたりはです、ね、やはりもうトランプ大統領の問題に直結してくるわけですけれども、まあ、どういう改善というのがまあアメリカの方ではま考えられているのかというようなことをあのご質問でいただきました。 そうですねこの陰謀論の問題は、ね、本当に何て言うんでしょうかねこれあの解決法がなかなか見えないですよね。でも今回の,その、えー、と選挙の直前に初めて起きたのはやっぱりその、えー、確かじゃない情報とか、まあ、陰謀論だと,、えー、と確立されているものについてはフラグを立てるとかそういうことがプラットフォーム側から あの行われてるようになったっていうのがちょっと新しいポイントだと思うんですけども、まあ、それが解決策なのかっていうこと自体もちょっとわからないと、うん、でまあそれと同時にプラットフォームが力を持ちすぎちゃってるっていうこともあるでまああのこれ,これについてはまあこれからあの激しく議論されていくんだと思うんですけれども、まあ、いくつか、えー、とその無党派のファクトチェック機関があったりとかですねあのするので。 そういうところが何かこうもうちょっと前に出てやるとかあとプラットフォームと協力してやっていくとかまあそれはちょっとあれですねあのプラットフォーム側も多分これから今後どうしていくのかっていう方針を、えー、立てないといけないですしあと結構議会とか、えー、と政府からあの責任みたいなことがこれから追及されていくのでその中でだんだん答えが出ていくんじゃないかなというふうに思っています。うん ありがとうございます、まあ、では、えー、と次ですね、えーと。佐久間さんへの質問ですと、私のアメリカ国籍の親戚は、まあ、右派左派ではなくリーダーと呼べる人が大統領になったことに何よりうれしいと、選挙結果にまあ胸をなで下ろしていました。まあえー、彼らは50代で民主党、子どもたちはまあミレニアムで、あのバイデンよりもまあ今はサンダース。この4年間でアメリカはまあさらにプログレッシブにあの進んでいくと。 思いますかとまあ、新政権が始まったばっかりで、まあ、予測が難しいと思いますがと、まあ、いうような話をいただきました。まあ、ここで初めてあの今回サンダースという名前も出てきましたので、まあ、このあたりバイダースバイデンサンダースのやっぱり緊張関係とかってこともですねまあぜひお伺いしたいなと思います。はいあのー、まあ私もあのバニーサンダースが、えー、大好きであの人が好きっていうよりも政策があのいいと思ってたんですけれどもやっぱりあの サンダースの政策っていうのは、ちょっとこう、社会主義というレッテルを貼られがちなために、まあ、あの民主党の準備制のな中で、えー、どちらかというと、中道のバイデンが選ばれたという背景がまずありまして、ただあの、えーと、サンダース氏は、えー、バイデン政権と一緒にあの強調しながら、かつそのバイデン政権の方針をこうより左側というか、 まあ左側っていうとそこ、それもね、なんかちょっとあの分断っぽい言葉になってしまうんですけれども、そのえー、労働者の保護とか、えー、と賃金の上昇とか、まあ、富裕層の増税とかっていう面で、あのできるだけ、えー、その成果を大きくする方に動くのだと思っています。でもちろんあの共和党からのの抵抗っていうのは、あの 大きいんだと思うんですけれども、これでまあ、あのとにかく、えー、と今ってあの伝統的には共和党を支持していた例えばあの、ウォール・ストリートとかもですねあの、とにかくコロナウイルス問題をなんとかしないと経済の回復もないということで、あのそこは多分ちょっと一致している部分があるので、あのその中で、まあ、あの今起きているクライシスがどれだけあの具体的にこう労働者、 いや、一般市民の保護とかにつながっていくのかなっていうところが課題かなと思います。うん、ありがとうございます。やっぱりサンダースには宇都宮さんもずっとあの関心を。あの持たれていますので、今のはその佐久間さんのあのコメントに対する応答も含めて、少し何かいただけると嬉しいんですけれども。<laughs> うん、まあ、あのーバ。バイデンさんの掲げる政策の中には、一部はあのー。 サンダースがあのなんかが提案してた先ほどの,あの最低賃金の引き上げとかですねあの富裕層に対するあの課税の強化とかそういうことも入ってることは減ってるんですねだからその辺をあを実現をさせることができるような運動をちゃんとあのバイデン政権の中でもやるしかつあの。 政権の中、民主党、共和党あ、民主党の中だけではなくて、やっぱり市民運動とつながって、ですねそういう運動の効用っていうのが、実際的には政権がそういう政策を実施させる上で非常に重要になるんじゃないかと思うんで、あの先ほど言った、そういうバーニー・サンダーズの,あの政策を求めるような市民のアクティビズムですね、これがあのどれだけ盛り上がるかに。 かかってるんじゃないかなというふうに思っています。うん、なんかまあ、そういうような運動が広がることを期待してますけどね。ありがとうございます、うん。司会としてなんか特権で一つだけお伺いしたいことがあるんです。けれども、の wii の市民革命でやっぱりあの触れられてたミニエ。ミレニアル世代とかも z の世代っていう人たちはあのやっぱ話というか、ご著書を読んでいるとやっぱり。 どこかそれなりにまああの恵まれている層でやっぱりパタゴニアとかをですねまあ変えるような層だと思うんですけれどもサンダースの,その支持している層というのはもっとやっぱりもう学生ローンとかでまあ苦しんでいるやっぱり貧困層ではないですかだから素朴な疑問としてはミレニアル世代とかこの本で話題になっている人たちはサンダースに対してシンパシーを感じているのかどうかというようなことを素朴に疑問に思ったんですね。 はい、あのいやあの B の市民革命に参加したミレニアルとかあの Z 世代が必ずしもあのそういうパタゴニアとかを変える人たちかというとそうでもなくて結構やっぱりあの現実問題としてあの学生ローンの返済にあえでる学生っていうのはあの、まあ、かなりの規模にあのなっていてですねでかつあのその大学にこれから行こうという人たちも あの払えないからい,かいけないっていう人たちが結構やっぱりあのかなりの数であの存在するんですね。でそれからまたあの気候変動なんかについてはかなりあの私たちより多分悲観的だしリアリスティックというか、えー、と問題に感じていると世代的にあの比べると単純に単純に比べちゃうとそういうことにな,なるんですね。であの一つえー、と まああの多分言っといた方がいいのはヒラリー・クリントンが負けた理由の一つっていうのが、まあ、バーニー・サンダースの支持者たちを取り込めなかったっていうところが、うん、あの大きくあってですね、まあ、そのこともあって、えー、とバ,インバイデン政権はあのその、まあ、バーニー・サンダースの支持者層を取り込むためにあのずいぶん努力をしたし実際それによってあのバイデン政権の考慮もかなりこう一般市民に保護的な内容になったと。うん 思うんですね、まあ、だからそ,こそういうふうに言うとあの今回の,あの連合にはバーニー・サンダースの支持者層も、えー、かなり参加してますしあとウィーンの市民革命に出てくる人たちも、まあ、あの大体まあバーニー寄りだというふうにあの考えていただくと分かりやすいんじゃないかと思うんですけれども、うん、これであのバイデン政権が発足してあの約束したことが行われないと約束が違うということになるので。 そこはあの恐らしく、今後もこうプレッシャーキャンペーンみたいなことが続いていくと思います。なるほど。ありがとうございます。ではですね、えーとまあ、じゃあまた次の質問、本当に質問たくさんいただいているので、多分全部はいかないんですけれども、はい、できるだけあの、えー、とお伺いしたいと思います。で、えーとですね、あのこれはあの佐久間さんのご著書、大、まあ,あの,タイマの話でですね、あのちょっと話が飛ぶんですけれども。 まあ、日本の大麻の法制等をですを、ね、厳しく強化する流れになっていますと、まあ、完全に今、なんか逆行していてです、ね、今、まあ、危機感を感じています、今の日本の大麻に関する法律がいびつなものなのか、ちょっとですね、どういびつなのかお、お話聞かせていただけると嬉しいですというものが来ましたはい、はい、あ,のあれですよね、多分えっ、ー、と今、厚生労働省が、えー、使用罪ということをあの,の導入を検討して有識者会議を。 えー、開いたっていうあのことが最近、報道されておりまして、アメリカは、えー、バイデン政権になって、批、え、判、ー、罪化あの、今もう州レベルでかなり批判罪化だったり合法化だったりされているということで、そちらの方に動いていることは確実なんですけれども、まあ、これによってあの連邦政府が批判、えー、罪化を実現するだろうと。 いうのはまあ、ほぼほぼ間違いない展開で、開ででまあ、日本の方を見ると、多分それも、あのー、そうなる前にって思ってるのかもしれないんですけれども、えー、と使用罪というのを、今までなかった罪を作ろうとしている。で、これは結構やっぱり、あのー、なんですかね、あのー、全く国際的な流れと強調していく気はないんだろうなというところで。 ただあの、その中にですね、まあ、CBD ももしかして入ってくるかもしれないとか、まあ、そもそも使用剤というものを導入することになったらそれをどうやって立件するんだとか、うん、あのじゃあ、えー、と職務質問の,あの流れで普通の、まあ、ちょっと見かけとかでジャッジされたりするような人たちがですね、あの尿検査しろみたいなことになったりするのかよく分かりませんけれども、まあ、あの人権 的な見地から言っても、ちょっとこう、首をかちげてしまうようなあの内容になってまして、でこれについても今、あの弁護士の亀石美智子先生が、えー、とチェンジ・ドット・オーグで署名活動をやったりしているので、そこはあの、うん、ぜひあの皆さんに、民意をあの政府に伝えていただいてですね、はい、あの、うん、国際的にもちょっと、あの、 まあねあの例えば海外からやってくるビジターの方があの CBD のマッサージクリーム持ってても捕まっちゃうみたいなことにもなりかねないのではいその辺は皆さんもあのぜひ、えー、民衆の表明に参加していただけたらと思いますありがとうございますお勉強になります、はい、<laughs> では次ですね <laughs> はいえっ、ー、とこれはあのまあ、またトランプ問題 ですけれどもツイッター、フェイスブックが、まあ、トランプのアカウントを閉鎖しましたが、まあ、ドイツのメルケル首相は、まあ、法に基づいて判断すべきだという声明を出しました、まあ、政府の介入も考えると、まあ、どちらが良いのかと迷ってしまいますこのあたりについては、まあ、どのようにお考えでしょうか、まあ、これはあのお二人にやっぱりお伺いしたい問題ですが、まあ、まずはですねあの佐久間さんからあの一言お願いします。はい、あのー まあえー、とトランプ大統領の凍結問題にかかわらずも、えー、ともとちょっとプラットフォームというものが、えー、力を持ちすぎてるっていう問題は確実にあってですね、まああのまあ、独占状態になっていたりとかあと,、えーとまあ、ユーザーのデータの扱いとかですね、えーまあ、一方的にいろんなことが決められてしまうということも。 ありますし、でこれはあの多分おそらく、えー、世界中でどんどん追求されていく問題なんだと思ってますね。でそれあの今後の課題の一つ大きなところだと思うんですけれども、これもですねあのえー、まあ今回の場合はあの暴力のね扇動ということがあってあのその規約の中でプラプラットフォーム側がえっ、ー、と決断をすることができたということなんですけれども。 えーとそれ以外にもあの、まあ、今言ったような問題があるのでここはあの政府からの,あの政府だけに任せておいたら政府のいいようになってしまうのでこれユーザーもやっぱりあのそのプラットフォームは無料だということで結構みんなふわっと使っちゃってる人も多いんじゃないかと思うんですけれどもあ,のあちらはこちら私たちのデータを持って商売してるわけですからそこはあのユーザーからも 何て言うんですかね、健全な運営の仕方とか、あとそのデータの扱いとかについても、声を上げていかないといけないんだと思います。うんはい、ただ、今回あの、今まで割と民意とかで動かなかった Facebook ががっと動いたりとかもしたので、ありがとうございます。宇都宮さんはすいません、いかがでしょうか。うん、あのー まあ、特にこういう SNS が発展する中で今ガーハーと言われるですねそういう企業は非常に大きな力を持つようになってますよね。それで、まあ、トランプに対する対応はあまりにもトランプがなんかひどい、えー、ツイッターを発信をしてて先導してたのでその措置自体は正しかったような感じがしますけど。 まあ、乱用されるる危険性もあるわけですよねだからそういうのについては、民主主義国家であれば、やっぱりそういう運用等について、一定のルールをあの法律で作っておくっていうことはあの考えとかなきゃいけないんじゃないかと、そういう面では僕はメルケルさんの意見に賛成なんですけどね。それからちょっとあの僕はあのその、アップルとかフェイスブックの、えー、システムはちょっと詳しくはないんですけど、 あのアップル、フェイスブックがあのト,トランプさんの,その,、えー、その発信を止めたんですけどあれはアメリカ国内はアメリカ国内の,あのそういうその管理をしているところがあってそこをやっているのか例えば日本で非常に同じようなことをやった場合にアメリカのその。 ツイッターの本部で、日本のあれを止めるのか、日本ので発信されてる問題について。同じような、あの規約上の違反があった場合、日本の。なんか支部みたいなのがあって、そこで判断して止めるようになってるのか。構造はど,どうなってるんですかね。はい、あの私もその、その。あのすごく詳しいわけではなくて、確信を持ってお話しできるか、うん、ちょっと自信がないんですけれども。うん、まあ、あのツイッターとかに関しては、えっ、ー、と。 まあ一応、ジャパンがそういう,なんかこう差別うあの発言とかそういうことに対して通報があってそ,ういうあのそれに対する対応はジャパンがやっているとあの言われていてですね。で、えっ、ー、とまあ、でも結構今回はあの日本からの,あの陰謀論の発信というのがものすごい多かったんですね。うん、で、あの今、えー、と最近の,あのコーネル大学があの昨日出たんですけど。あの 陰謀論の出所のリサーチを、えー、としたら結構日本からのアカウントもがっつり5カアカウントぐらい例として出されているとっていう中ででまたあと最近はあのツイッターで、えー、と中国の大使館があのアメリカ大使館がごめんなさい中アメリカの中国大使館が、えー、とあのウイグルの問題について、えー、本当ではないツイートをしたということでそれがあの えとバンされたりとかで,す、ね、であとまああのイラン政府があののアカウントがそういう処置にあったりとかおそらくえっ、ー、とツイッターとかフェイスブックもこうグローバルでやっていかなきゃいけないということには気づき始めたのかなっていう気はしていますはい、うん、あのプラットフォーム自体はグローバルなんだけれども管理している会社が結構バラバラっていうちょっとこうそこは難しい問題なんだと思うんですけれども特にあの今 コロナウイルス、あの大統領選は解決しましたけれども、コロナウイルス絡みの巨峰とか、あと結構、ワクチン問題とか、あのそちらも問題になっているので、これは多分今後も引き続き、あの流動的な問題なのかなと思っています、うんはい、ありがとうございます。では、あ次あたりでですね、もうあ,のあんまり時間がないので、あの最後に、えー、としたいと思いますけれども、えー、と次いただいたご質問は、 えと日本において、まだプログレッシブはメジャーではありませんと、自分なりに SNS で発信する、バイコット、ボイコットを続ける、より社会にこうする、まあ、貢献する企業や銘柄の有価証券を買うようにはしてますが、まあ、自分の無力さを感じることがありますと、お二人はこのような虚無感を感じることはありますかと、その際にどのように、まあ、活動の活力にまあ変えられていますかと、まあ、こういうですね、やっぱりあの自分ごとのにする、いかにするかという質問に。 いただいております。これもあのお二人にお伺いしたいと思います。ではまずあの佐久間さんからお願いします。はい。あのだらけですよ。あの恐怖感あのを感じることは本当にあの多々あります。ただあのえっ、ー、と私は、えー、多分割とこう自分の気持ちのフォーカスを小さいところに置いているのであの。 まあそうですねあの今回の大統領選挙でもいろんな,なんかボランティアをやったりとかあの活動に参加したりとかもしたんですけれどもそういう中でこう小さな幸せみたいな1人の人とこういう話ができたとか1、えー、人のみ一人向い方が増えたとかっていうところであの喜びを探していくっていうのが、まあ、自分のメンタルセーフティ的なあの対策かなと思ってます。ただあの、えー たまにあのさっきあの宇都宮さんがおっしゃってた黒川検事長の事件とかあのこう小さな、まあ、ちあれは結構大きかったと思うんですけれどもその勝利体験みたいなものがあの積み重なっていくと結構あのへこたれないで済むというか、はい、あのでそれが多分今の日本に必要なところなんだと思うんですよね。ただあの私は今回 今回というかあの、コロナウイルス以降、日本の人たちも声を上げる、あの今までこうねあの、そういうことに積極的じゃなかった人たちが声を出したりとかするっていうのをあの見るようになったので、日本もきっと動いてるんじゃないかなというふうに思ってます。ありりがとううございいいまますすすででは宇宮さんお願いしますそうですねあのいきなりですねあの日,本日本の全体を あのこう変えていくっていうのはなかなかあの難しいと思いますけど、あのまあ,あの、これは私の経験ですけどあの、大体今から50年ぐらい前ですかね、えー、あ40年ちょっと前かにあの、私が消費者金融、さらき問題を取り組んだ時は、ほとんどその取り組む弁護士はいなかったんですね。だけど その問題自体は非常に構造的に日本の社会にあのこう構造的な問題として存在をしててそれを誰かがや,やればもう必ず気づく人があのいるような状態だったので最初はあの私なんかもそれこそ数人で取り組んだんですけどどんどんまあ全国に。 仲間が広がったという,、まあ、そ,うそういう経験をしながら何回もの法改正を通じながらグレードン・キに撤廃したという経験がありますので、あのー、いきなりではなくてやはり誰かが声を上げれば先ほど佐久間さんが言われましたけど1人を増えたらそういう取り組む仲間が1人増えたら運動が倍増するしたってことになりますよね。まあ、4人にになったら,さらにもう ににも増えたってことになりますので、まあ、そういうよういいよななな視点が重要じゃないかなと思ってますでどういう問題でも最初はたった一人から声を上げて、それでその問題が社会的な、構造的な問題として存在するならば、必ずあの気づく人あの、えー、受け止めてくれる人は私は存在すると信じてます。でそれがいきなり、えー、何百万人という運動にならなくてもですね。 どういう運動でも第一歩は数人から始まっているんですね。なんかそういう気持ちで、えー、少しずつ粘り強くあの取り組んでいくということが重要じゃないかと思います。うん、またそういう仲間がいればですね、あの非常に一人だけで落ち込まなくて済むようになりますので、まあそういう仲間を作っていくということが重要じゃないかと思います。はい、ありがとうございます。ではもう。 あの予定していた時間もですねあの過ぎてしま,ったしまいましたので、まあ、まだいただいた質問はあるんですけれども、まあ、このあたりでですね、まあ、本日のイベントは、えー、と終了とさせていただきたいと思います。まあ、最後にですね司会から一言挨拶申し上げて、えー、おしまいにし,したいと思います。えー、本日は皆様ご多忙の中、ですね、まあ、多くの方にご視聴いただき、まあ、スタッフ一同改めて厚く御礼申し上げます。まあ、今後もですね毎月オンラインのトークイベントを行う予定ですので、 まあ、関心のある方はぜひともですねあのご視聴ください。またですね、まあ、本日あの多数のカンパをあの頂戴しました。え大変皆様ありがとうございました。でまだですね終了後もしばらくあの動画のページを開けておきますのでまあ本日の対談がもう大変面白かった、まあ、面白かったんですけどという方はですねぜひお持ち,ちで結構ですのでまあチャンネル登録とですねあのグッドボタンをすると同時にあのカンパの方もですね少しばかりお気持ちばかりいただければと思っております。 では以上をもちましてまあ本日のイベントは終了とさせていただきます改めて本日はご視聴いただきありがとうございましたどうもありがとうございましたご苦労様ですありがとうございました<ー>